ではスポーツに参りましょう。まずは来ましたね、いよいよサッカー J2 です。いよいよあさって開幕です。さあ3シーズンぶりに J2 の舞台に立ちます栃木 SC です。開幕戦大分トリニータホームです、ホームです、グリスタです。あさって日曜日午後2時キックオフです。栃木テレビではこの開幕戦当日の夜9時から録画で放送いたします。では初戦を前にした選手の意気込みです。42試合あるので、まずその時点で連戦とか入るので本当に厳しい戦いになると思うんですけど、チームワークなしには勝利や成功はないと思うので、そこはしっかり一体感を持って頑張りたいなというふうに思います。プラスアルファというところで監督も言ってますし、既存の選手と新加入の選手融合してチーム一丸となって勝利に向かって頑張りたいと思います。キャンプからいろいろ追い込んでコンディションも上がってきてるし、試合に向けてモチベーションも上がってきてるので、それが今出せてるかなと思います。開幕戦の結果が結構シーズンを通しての重要な分岐点になると思うので、結果にこだわってやっていきたいと思います。僕自身は本当ゴールに直結するプレーで、まあ、チームに勝たせられればいいかなと思うので、チーム一丸となって勝ちたいと思います。いい状態で臨めるように、自分自身もそうですしチームもそういう状態に仕上がってきてるんじゃないかなと思います。この2年間というのはサポーターの皆さんに支えてもらいましたし、その恩返しというのがやっぱ開幕戦勝利することがまず一つだと思うので、まあ、僕たちとしてはその、気持ちを見せる、最高の舞台じゃないかなと思います。選手の皆さん気合い入ってますよね、はい、で明日の夜11時から TS ラボのスペシャル番組が放送されます。栃木 SC の横山監督、そして佐藤祐介さん、インスタントジョンソンの杉さん、そしてこのライフの篠田キャスター、今シーズンの戦いを占います。ぜひご覧ください。